トラバンチャンネル。それでは青柳投手そして佐伯投手です。おめでとうございます。もうこの2人が最後に活躍してくれたから間に合ったね。はい、なんとか間に合ったね。はい、まだ青柳投手から、はい、昨日ですね、もうなんかだいぶ前のことのようにも私たちも感じてますけど僕も思ってます、ね、いろんないいことがありましたので、はい、改めまして、最後の登板はいかがでしたか。そうですね、やっぱ僕のところで勝たないと甲子園の胴上げがないっていうふうにプレッシャーをかけられていたのでまあすごい緊張はありましたけど、なんとかゼロで抑えてよかったなと思ってます。そういうプレッシャーのかけられ方があったんです ね。そうですね。誰からあったんですか。いや、監督の記事がもうそれだったので、ね、これ勝たないと甲子園がないと一番心配のピッチャーだと書かれたのでそういえば、はい、ね、うん、まあでも最後にね結果出しましたんで、はい、その上で優勝、そしてビールかけはいかがでしたか。いや、もう本当最高ですし、何回でも味わいたいなっていう気分ですね。はい、佐伯投手おめでとうございま す。ナイスピッチングでした。これまたその青柳投手からねバトンを受けるような形で今日でしたけども、いかがでした。いやめちゃくちゃ緊張しましたね、やっぱり。やっぱり、まあ、前日の八木さんもそうですけど、その前の西さんも先発としてすごいいいピッチングしたので、まあ、僕も続かないとなっていうのもあったので、まあ、そういう意味でも緊張しましたし、やっぱ雰囲気的にもこうなんかすごい特別感があったので、やっぱりいつもと違う雰囲気あるなっていうのはすぐ感じましたし、まあ、その中で投げれたっていうのはすごいいい経験させてもらったなと思います。どんな風にご覧になってました今日は。いや、緊張するやろな俺も同じ境遇でその18年前に投げて、昨日のテレビとかさ、今日のテレビとか優勝優勝先発最近って言われたらやかましいわと思ってなかったもうなんか優勝したしたもんよみたいなってます、ね、テレビやったよ、はい、うるさいわと思わなかったわかります、その気持ち。でもコメントで楽しみますとか言ってるといや絶対緊張するって言ってる。岡田監督から声もかけられてませんでした。今日ですか。はい、まあそうです、試合前練習中にちょっと大丈夫かって言われましたで答えはあ、もう大丈夫ですって言ってそのまま上がりました。それだけですか。あ、もうそれだけです、はい、しゃべりたくねえんだよあんまり大丈夫か、大丈夫です。監督からもう一言あって良さそうなのに話しかけてくるなって感じなんよ、だってそういう試合前なあんまりしゃべりたくないんですか。でもその中でしっかりと仕事を果たしましたけど、いや本当に良かったです、ね、立ち上がり今日まっすぐの走り特に良かったと思う。だいぶ押し込めてたよね。そうですね、ほとんどのバッターをね、はい、ファールとか取ったりとフライアウト結構取れたので、最後坂本がホームランだよ。はい、先に言ったのは岡本で、はい、岩崎からホームラン打ったよ、はい、あれ全く同じ場所で初回に押し込んでんのよ。結構いい角度で上がった。やっぱり走ってるわってその時思って、あ、今日はいいピッチングするだろうなと思ってます。まあそういう意味では自分のピッチングができたという感じですか今日は。そうですね、もうなんか逆にもう開き直ってというか、もうどんどん攻めていこうと思ってたので、まあそういう意味ではまっすぐもう腕振って投げれたので、まあいいまっすぐというか、うん、まあファウルも取れてフライも取れてっていうような感じだったので、まあまあいいまっすぐ投げれたんじゃないかなと思いますね。うん、青柳先輩はどんな風に見てました。いや、もう本当に、うん、僕だったら本当に緊張する場面でもしっかりと言いますんで投げてたんで、まあ、本当に安心して見てたというか、抑えるだろうと思って見てました。2人とも今シーズン中にファームに落ちて調整して、はい、今2人とも8勝か、はい、あと2回回ってくるのかな。回ってきます。そうですね、ありますね。どうもうみんなが優勝決まってる中で自分らはどうしても10勝ちたい、あと2つ勝ちたいやんか、はい、で 10勝ったら3年連続、3年連続になります。10勝やんか、はい、どう、それに対するこの残りの試合に対する思いは。そうですね、本当に投げる試合は負けたくないですし、まあちょっと今年はいろいろありましたけど、結果やっぱ2桁勝てたらやったっていうシーズンになれると思うので、まあ、優勝のおまけじゃないですけどしっかり2桁勝ちたいなと思ってます。僕も
チャンスはあるんで、まあ、もちろんそこ目指したいです。あと防御率もあともうちょっと多分1点台に乗るのかなぐらいの感じだと思うので、まあ、そこもいけたらいいかなというか、そこも一緒にいい数字出せたらもちろんいいのかなと思うので、まあ、しっかりちょっと気を引き締めてというか、あんまりこう油断して入らないように、残りの試合はいけたらいいかなと思います。うん、青柳投手2年連続最多勝、あのな、はい、あの暴れ馬があのことをそこから2年連続最多勝ね、お前さっきも言ったけど梅野がゴールキーパーみたいになってたのがそれがもう2年連続で最多勝を取って今年も受賞賞って、やっぱそのコントロール収める、やっぱ自分なりにいろいろ工夫もしたやろうし、はい、もう見てても足の上げ方一球一球変えたり投げるタイミング変えたりいろいろするやん、はい、その工夫を始めようと思ったのは、それでいろいろ試したのはどの辺から。僕はもう3年目ですね、金本さんが3年目の時にもう本当に試合に出させてもらえなくなりまして、ファームでも試合に出れない状態だったので、もうお前がやってるのはピッチングじゃないっていう風に言われたので、そこでやっぱピッチングするためにはコントロールが必要ですし、やっぱ僕はその150キロ投げたりとか、その空振り取れフォークがあったりとか、そういうのもないんで、どうやったら抑えられるかなと思ったら、やっぱタイミングをずらすが僕の中では一番だなと思ったので、そういうところからやっぱコントロール良くするためにはその8割で投げた方がいいとか、そういう練習をずっと繰り返して今のスタイルになりました。今シーズンの2軍にいた期間は青柳投手にとってどうでした、はい、まあそのメンタル的にはすごい苦しいですし、やっぱファンの方だったり監督コーチの期待に応えられてないっていうところがあったので苦しい期間ではありましたけど、でもやっぱり去年できたことが今年できないっていうのは僕の中ではおかしいなと思ってるので、やっぱそこを直すためにはやっぱしっかりしたいい期間になったかなと思いますね。そこから、まあ、岡田監督のことばかり言うと帳尻合わせたってね、うん、おっしゃってましたけどもあと2勝して本当の帳尻合わせにとなですね。そうですか、うん、もうどうやっぱりトミー・ジョンして苦しいやん。そうですね、あのリハビリも長いし、はい、ですね。で上がってきてしかも優勝のマウンドに立てて、本当の今の心境って どんなん。いやもうやっぱりその怪我期間、僕は本当3年かな、手術前から入れると3年リハビリ期間あったんですけど、いや本当に長かったですし、やっぱその期間特にコロナとかもあったので、やっぱ違う意味でも大変っていうのもありましたし、けどやっぱその中でこう、まあ、トレーナーの方とか理学療法士の方とか、まあ、病院の先生とかがこう最近のためにって言ってくれて、すごいこう見てもらったので、やっぱそういう方々のなんていうかな、支えがあって、まあもちろん今があって今日があるので、やっぱ本当にそういう方々のおかげで今ここにマウンドが立てているっていう感謝の気持ちがやっぱり一番ありますね。ありがとうございます。いただきましたって感じですいや、はい、あとね10勝して、はい、その先にもありますよ。初めてのポストシーズンなわけやん、はい、意気込みを。そうですね、日本シリーズに向けて。そうですね、僕まだ経験しないクライマックス止まりなんで、まあしっかりとクライマックス突破して日本シリーズに入って日本一しっかり取りたいなと思ってます。ありがとうございます。佐伯投手お願いします。そうですね、まあ、クライマックス勝って、で日本シリーズももちろん勝って日本一で、またもう一回こうやってこうみんなで日本一っていうのを勝ち合えれるようにやっていきたいな、やっていきたいと思います。はい、もう期待し続けてますんで、はい、お二人頑張ってください。ありがとうございました。おめでとうございます。